アニメ巨人族の花嫁ブルーレイ &DVD が発売決定だ。高一の世界ではこんなものも売っているのか。やはりお前は我が巨人族の花嫁にふさわしい。歴史はこう語る。ユステイルの大地にかつて神々は3つの生命を誕生させた。その3つの生命は特定の概念を力の源としている。探求の概念からは耳長族が、欲求の概念からは獣人が、繁栄の概念からは巨人族が、そして我々タイルダントの巨人族は繁栄の象徴として国を治める王となる者、共に国を治める花嫁を持たねばならぬとする。だが長い歴史の中にはこの世界の誰もめとってはならぬと神に命じられた王子がいた。神託は下った。カイウス王子がこの世界の民と結ばれれば大いなる災いが訪れる。王子の婚姻を絶対に認めてはならぬ。王子に当時結婚を約束された相手がいた。だがこの神託によって二人は離れ離れにされてしまった。だが王子は認めなかった。しや、かつて使えたということは不可能ではないということだな。異国の者を呼び寄せる召喚術はとうの昔に失われた。だが王子は諦めなかった。失われた召喚の術式を不眠不休で調べ探し出し、異なる世界の民を花嫁に迎えることへ希望をつないだ。見つけたぞ、見つけたぞ、見つけたぞ、我が花嫁よ。なんだここは。ようこそ我が巨人の国タイルダントへ。私はカイウス、お前は高一、水木高一。高一、ようやく会えたな。お前が私の運命の花嫁だ。怖い、うん、こんな場所に連れてこられて俺こんなの嫌だ。あまりの喜びに舞い上がり、お前の気持ちに考えが及んでなかった。すまなかった。私はこの国の第一王子だ。お前をこうして花嫁として迎えたからには必ず幸せにしてみせる。それでも帰りたいか。この顔を見てもわからないのかよ。俺にだって気になる女の子がいて、それに受験だって控えて、これからだっていうのに。ならば私と契約をしよう。We'll be right back.